ぐるちょもちょも、ぐるちょもちょも、今日はいい日だね。さあちゃん見てるくるぶしです。さあちゃん見てるくるぶしです。きれいな人の帰りですよ。くる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 で今日もね、今日もしようかなと思うんですけど、はい、お送りします。今日くるみちゃん、くる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 、よろしくお願いします。ちょっとご報告なんですが、はい、この度5年ぶりゴールド免許に復帰しました。すげえ。私はね、車乗り出してからね、ゴールドなんて一回もなったことないよ。浅香光代ですかね。しょうもないことでバン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 青切符切りやがって。おいこら国家権力、ごめんね。今何色なんですか。私はね、やっと0点からちょっと復活したぐらいですよ。え、そうなんだ。ええ、もうちょっとでね、免停でしたからね。マジ、ほんと。ええ、耐えた。耐えた。何人殺したの。ごめんね。今日はですね、もう点数がギリのチョモとゴールド復帰したくるぶしでですね、なんと運転対決をしたいと思います。おっしゃ、行こうぜ。もうダメ。ちゃうのよ、ちゃうのよ。ちゃうちゃうのよ。フェラーリとランボルギーニと違いないかみたいな。やるちゃうの。こちらですね、今日の対決紹介したいと思います。じゃん、スーパーファミコンミニでマリオカート対決。はい、ちっちゃ。何これ。俺の知ってるやつこれの4倍、うん、そうね、俺の知ってるのもそう4倍。今割とメガドライブとか PC エンジンとかいろいろミニが出てるんだけど、ファミコンとかもあるしプレステもあるし、これカセットこのちっちゃくなってる。これ入んないから、中にソフトが何個か入ってて HDMI でテレビにつなげるだけでスーファミができる。やば、赤白黄色を刺すんじゃないの。しないしない。今日はマリオカートで運転対決をしてみようかな。やば、懐かしい。ちょっとね、あんまりゲームのイメージがないですけど。あー、やらんねね。コントローラーもちっちゃいってこと。あ、コントローラーはですね、なんと実寸大です。でかいんかーい。これも差し口ちゃうやん。本体がちっちゃいからこれをね、え、ペリッと、そう、こういう感じでペリッとめくってここにぶっ刺す感じ。給電は USB です。あと HDMI。 すごいな。うん、どういうことよ。手軽にできますんで。なんじゃそれ。マジで小学生の時の俺にこれ見せたい。あのデカさもいいけどね。まあまあまあ、ね、カセット刺すのもね。そう、早速、遊んでみたいと思います。それでは行きましょう。レディーゴー。つながったので、はい、行きます。レディーゴー。はい、来た。すごいよ、星のカービィスーパーデラックス。ちょっと動かしてみたら、ロックマン X F-0 懐かしい。やべえ。これでもいいけどね。ゴエモンもやったな。これは何、コントラ、コントラスイッチ。知らない。スターフォックスもあったね。うん、スターフォックス2。このスターフォックス2っていうのは発売しなかったやつなんですよ。それが今回これには入ってるんですよ、幻の。すげえ、そんなことあんの。そうなのよ。スト2。そう、スーパーストツ、キャミーとかいるやつですね。ああ、やってねえなー。ドンキーコングね、めっちゃ入ってるやん。スーパーファミコンサッカー、マリオ RPG、 マリオカート、ヨッシーアイランド、スーパーマリオワールド。これはやりましたよ。いや、これはね、うん、やりますね。これがこれやもんね、元祖。そうね。メトロイド、聖剣伝説、ゼルダ、魔界村、パネルデポン、ファイヤーエンブレム。好き。結構シミュレーション RPG みたいなの好きなんですね。そうね、 FF ね。あー、なるほど。めちゃくちゃあるやん、うん、このちっこい中にこんなに入ってんの。そうなのよ。やばんで、マリオカートで勝負。はい、これも普通に選んだらいい。はい、やばい、ピロンユータで。ちょっと1992年やって。いやー、何してました、これは。何してた。じゃあ、チョモちゃん B ボタンを押していただいて。 B ボタン、はい、2プレイヤー、2プレイヤー、VS にします。あ、グランプリ、グランプリか。グランプリは全員いっぱいいっぱいいっぱいのやつしよう。あ、じゃあそれ50ですか。はい、50。簡単なのね。そう、50しよう。はい、 OK です。やばやば、これ女子ってみんなキノピオかノコノコ使うんだよね。
あ、そうなんや。俺いつもルイージなんですけど。なるほど。じゃあ俺もとりあえずどうしようかな。俺、ほな男は黙って回りようかな。お、兄弟対決。ちょっと待って、これ何が何やったっけ。俺も今ちょっと分かんないです。B で走るんや。 B がアクセル。そうだと思う。うわ、もう早速っすよ。 OK。 じゃあ上がチョモちゃんですね。はい。むずい。うわ。むずいよ。あ。卵。よし。ああ、もうこれダメや。ああ、危ねえ。あ、こよし、こいつさっきからほんま。よし、ヨッシーに切れるシンガーソングレーター。よし。あ、うわー、卵。うわー、やば、ヨッシー、あぶねー、やったー。ヨッシー早いね。めちゃくちゃ鬱陶しい、ヨッシー。俺ヨッシーの卵めちゃくちゃ当たったで。50とか結構難しいね。むずい。じゃあ、これ5レースぐらいやるのかな。なるほどね。うん、やっちゃいますか、サクッと。はい、やっちゃいましょう。うわ、ちょうどじゃロケットスタートや。でもここダメだ。めっちゃ滑るな。そうね。あは。あは。コーナリングがちょっと。黙るっていう。放送事故よ。本当や。うまいな、チョウちゃん。むずい。でもちょっとマリオに慣れてきた。すごい、うまい。だって何年ぶり？でも分からん。当時以来やってないでしょ。やってない。すげえ。でも体が覚えてるんですかね。かな。なるほど、やっぱこれ時間かかるからあれやな。ゲーム配信とかが一番いいんやろね。ああ、そうね。だからみんなやるんか。ああ。いや、こんなんめっちゃええやん。俺いったー。すげえ、いけやした。すげえすげえすげえ。いや、ここ結構難しかったけど。そうね。うん、普通にゲームしてる。うわー、ここ嫌い。落ちるとこや。どこで押してんのよ、ちょうど。なんとなく。すげえ。あ、跳ねやん、それ。もういけるやん、あれ。いけるね。お、さすが覚えてんだね、ちょうど。覚えてる。すげえ。よいしょ。うわー、すげえな。
成功してるやん。あ、また取ったし。やった。でもなんか抜けないな。抜けない。あ、落ちた。落ちた。ここ落ちると最悪よね。そうよ、このロス具合が。うん、俺さっきから声にしか出えへんねんけど。1位だとあんまいいの出ないの。あ、そうなんや。そういうことか。そう、やべえ。あー、ちっちゃなったし。最悪や。よし、あ、やべ、跳ねないのに今行っちゃった。俺ちっちゃされたのにコインしか出えへん。1位だから、1位だからか。これいつ戻んの。あ、戻った。うれ、チョコちゃんの個人アカウントでゲーム、あのスーファミ配信やってもいいよ。お前ね、買おうかなこれ。ひー、いや、マジで抜けない。抜けない。やべえ。ひー、やべえ、早い。俺ちょっとね、手抜こうかなと思ってます。最近もやってたから、縦で。今ガチでやってます。あー、ここね。あ、でもトータルポイント俺負けてんやん。嘘、うん、ま、マジか。トータルで勝つしかない。最初の3位が効いとんな俺。あー、まあまあね。あー、23。背中が見えてる。見てるよ。カードが硬いのよこれ。誰や、こんなとこバナナ置いたやつ。俺やな。やばい、二人とも本気になってる。全然喋んないっていう。何分の動画になるの。ほんまによ、こんな喋ってなんぼやのに。あー、ちょっと待って。あー、カードが硬いね、これ。背中見えてる？いや、今見えてない。あー、よかった。怖いよ。追われるの怖い。あー、やべえ、マジで見えない。あー、どこや。いや、でも俺ほんまに、うん、これぐらいのやつならあれやけど、うん、あのよ、バイオハザードとかよう来るじゃん、配信やるなって思うわ。昨日見てて思ったけど。ああね、むずすぎでしょあんな。いや、もうあれ割と操作性悪くてさ、すぐ逃げらんないのよね。あれもぜひいつかチョモちゃんに。いや、逆にそうやらんは難しいと思わん。そのなんか不慣れな方の方が面白いかもしれない。あの、最初はいいかもしれないけど、見てる方イライラしてる。うん、へぇ、やべぇ、1位勝てねぇ。これで、同点か。あ、抜いたか、これで。これ抜きましたね。うわ、やべぇ。おっしゃ、3点差。ゴールド免許を勝つのか。点数ギリギリ男が勝つのか。これ最後ですね、多分。最後ね、最後ね。じゃあ、ファイナルです。おっしゃ、うん。怖すぎる。あ、やばい、今やばい、4位になっちゃった。すごいね、コンピューターも早いね。早いね、これ50だよ。あ、滑った。よし、あー、やばい。よしよし。あ、やー、
うまいな。やばい。あと2周。ちょっとジャブじゃない。ああ。ちょっとゴール前で待っててる。やば。ああ無理だな。うわあ。うわ。ああ押された。待ってたのにドンキに押された。素晴らしい。ああしんど。はい。しんどいわ。これ。39。ああ。うわあ素晴らしい。わあ。すごいね。これテレビも昔の画角やからこうなるもんね。そうね。ありがとうございます。うわー。1、ありがとうございます。はい、ちょもちゃんの、勝ちということで。はい、最初のレースは俺が勝ってたんだけど、そうだね。そっからもうずっとちょもちゃんが1位で、何年ぶりでしたっけ？もう、いやもう、20年じゃ聞かんで。ああ、ほんと。俺は割とたまに嫁とやったりしてたんだけど、それでもやっぱりチョモちゃんの感覚のよみがえりには勝てなかった。中学生ぶりちゃうかな。よかった。あーマジで。いやーやっぱでもあのプレステ4とかもいいですけど、スーパーミってやっぱ熱くなりますよね。あー面白いね。久しぶりにやってみたらめっちゃ面白かったこれいくらぐらいするの？これね、俺買った時7キロぐらいだった。今でももっと安いんじゃないかな。最初からあんだけ入ってるけど、あれは自分で入れるの？いやもう入ってるし増やせないし。あそういうことや。そうそうそう、なんか裏技で増やせたりできるわけだけど、基本的にはもうデフォルトのまま。なるほど、うん、あのちょっとね、あの免許証ゴールドになったばかりとはいえ、やっぱりあの常日頃乗ってる方には勝てないんだなという。いやでもやっぱね、うん、だからゴールドなんやね。安全運転。安全運転。もう俺もさっきのあらい飲みましたよ。あらいあらい。横乗せられへん人。いやでもね、結果は結果なんで、あの見事チョコさんの1位ということで。あざした。皆さんもたまにはあのーね、レトロなゲームやってみたら、楽しいと思いますね。みんなでワイワイ、オンラインゲームとかねやってみたらいいと思います。はい、今日は、チョモと2人で、マリオカート対決してみたでした。ありがとうございます。バイバーイ。カーセックスすなよ。いいね。